武器は？リリーの武器カリーナーンっていうね、武器にお母さんの名前の武器、はい、カリーナーンっていうミサイルランチャーです、はい、これあの今回ねレジェンダリーダークナイトモードでお見せします。おレジェンダリーダークナイトモード敵がいっぱい出るやつですね、はい、敵いっぱい出ます。はい、はい、レディね、はい、距離を間違えてレジェンダリーダークナイトじゃなくなってます。おい頼むよ熊部頼むよ。じゃあもう一回戻って、もう一回じゃあ画面切り替えてください。すいません画面一回切り替えてください。はいはい間違えました。普通のモード入っちゃいました。あじゃあレディのね武器の説明、はい、あのレディは今までのデビルのキャラとではなく、はい、なかった感じで、はい、近距離用の武器中距離用の武器、はい、遠距離用の武器っていうのを切り替えながら戦うと。なるほど3つの切り替えながら、はい、で基本的には人間なんで近距離苦手です。なるほど。なので近距離用の武器で近距離か遠距離か敵を中距離とか遠距離に吹き飛ばして、はいはい、なるほど中距離遠距離の武器に切り替えて戦うということになります。はいじゃあ画面お願いします、はい。じゃあ近距離の武器、はい、近距離からいきましょう。近距離、はいまあ、こうやってあの銃剣カリーナーの銃剣でやっつけることもできて、そして、ショットガン、はい、今回貫通性能が非常に 高くてしかもねあ手には今ショットガン構えてるんですね。そう、はい、ショットガンはあの至近距離ですごく攻撃力が高くなるようになってますんで低いです。そうです、すごくこの距離が低いで近くに行くとすげー入ります。一発で死ぬぐらいで、おーすごい近いと、はい、でじゃあ中距離、中距離はい中距離ハンドガンです。中距離ハンドガン二丁拳銃ですか。ハンドガン二丁拳銃です。二丁拳銃、はい二丁のハンドガン、これ5メートルぐらいの距離がすごく攻撃力が上がるようになってます。ね、5メートルぐらい、はい、チャージ性能が非常に強いんで、おお敵も来ましたよ。ちょっとしたらチャージしてバシューン、ちょっとしたらチャージしてバシューン、チャージして打つとできるんですね。そうですね、チャージして打つとそのネロのはいはい、ブルーローズみたいな感じの威力になります、はいはい、そして遠距離、じゃ遠距離武器は変わるんですか。遠距離は、遠距離はカリーナーのミサイルランチャーを使います。はいミサイルランチャーカリーナーの、はい、これはね、チャージするとめちゃくちゃ強いんですけど、これ弾打ち放題ですよね。ご覧の通り、はい、チャージ中動けないですよ。動けない。だから他のやつですごく距離を保って、例えば、ワイヤーショット。いろんなのが出せるんですか。ワイヤーショットで敵をひるませて。はい。ワイヤーショットやってよ。ワイヤーショットで敵をひるませてる間にチャージ時間稼いで、はい、打つ。溜めて打つとか。はい、他にも弾は何発でも打てるんですよね。何発でも打てます、はい、弾切れはないです。あと敵を一斉にやっつけるやつも出しますか、はい、マルチプルとか、はい、出ますか。あロックオン、ロックオン自分でやって、おおこれ今回あのレジェンダリーダークナイトモードで敵がいっぱい出た時にめちゃくちゃ有効なんで、しかも気持ちいいと。なるほど、ぜひ使ってみていただければと。じゃあ次トルシーいきますか。じゃあ一旦画面また切り替えてください、はいはい、じゃあ切り替えてください、はい、じゃあさっきより先に進んでくださいね、はい、じゃあ大広間からサクサクとミッション2を行きましょうか、はい、もうお客さんもミッション2は知ってますからね、どういう構成かね。そうですね、はい、じゃあお願いします、はい、レディのあのデビルトリガーゲージに当たる部分、はい、あるんですけど、これあのレディ悪魔じゃないんでデビルトリガー使えないんですけどね。レディはね人間ですからね、はい、これ溜まると、でもレディは本当は使いたくなかったんだけどって言いながら、あのなけなしの手榴弾を全部ぶっ放しますんで。手榴弾、おーこれレジェンダリーダークナイトでめっちゃ使えます。いいっすね。で、あのね、このショットガンのチャージショット、チャージショット、これが、はい、比較的溜まるのが早くて、しかもジャンプしたり移動しながらでも溜めることができて、僕の使うレディはこのショットガンのチャージショットがメインです。メインで使えますね。今のはショットガンのグラウンドゼロ、そしてスキャッターという、自分の目の前に手榴弾を撒き散らす、ちょっとだけ撒き散らすやつありますね。次どんどんいきますか。このね、次の部屋、ネロだと一番最初に入る部屋なんですけど、めちゃめちゃ敵がいっぱい出ます。レジェンダリーダークナイトだと。いきますか。
まあ、最初の方はねちゃんとチュートリアルも出るんですよね、操作のね、あの初めての人、ね、本当、はい、かなり親切に作ってますんで難しいかもしれないですけど、それが上手くなるのがすごく楽しくなるように作ってます、はい、すごいですね、レジェンダリーダーグライドはここら辺でもこんなデータ出るんですね。そうです、これすごい出ますよ、おいおいっていうぐらい出ます。あの本来レディはこういう近距離のところで戦うとすげえ不利なんですね。さあ自分を見失わず戦えますか。頑張ります。そうですね、はい、こういうとこであのバーストアタック、おカメラが良くないな、おヒステリック、これたくさんのミサイルを発射するヒステリックっていう技ですね。これね連打するとかなり長いこと弾が出ますんで、あそうそうレディー、そう唯一の人間なんですよ。そしてそうですね、みんなはそうなんです、みんな悪魔なん で、ね、で魔人化できないから、はい、体力回復をできないんですよ、はい、なのでちょっと敵と離れてダメージ食らわないようにプレイすることが大事なのと、はい、あそうかそうか、挑発やってくださいというリクエスト、あ挑発いきますか、挑発レディの挑発出して、あそこで、はい、見づらいです、もっと違う場所で、じゃあもっと広いところでね、あのだレディはあのレッドオーブ使ったアイテム、はい、アイテム使って回復も、挑発やる、あ挑発、何挑発ブーツ直し、靴の紐結び直してよいしょっと、よいしょ、お尻ペンペン、おかわいい感じでこれねモーションキャプチャー、キャーかわいいってねこれキャプチャーでちゃんと役者さんにやってもらったんですよね、はい、ちゃんとやってますんで、はい、余裕だなって思います、お、はい、じゃあちょっと先行きましょう、はい、行きましょう、はい、この辺の仕掛けもね解いてって、メロで移動してたところをどうやって移動するのかな、どうやってするか気になりますよね、はいはい、ウリねワイヤーショットで、ワイヤーで、はい、ワイヤーショットで移動することができます、これ楽しいです、僕もやりました、はい、ワイヤーで、あじゃあネロで移動したらどうやってやるんだよみたいな話は、ね、レディはこうやって普通に進めることができます。もうちょっと時間あるんですよ、あそこまで行けるかな、はい、この狭いエリアが出てきた、狭いところに、狭いところ結構ね厳しいんで、こうやってそのヒステリックとかで一応敵ひるまして距離を取りたいんですけど、ここは本当に狭くて逃げるところはないですね。危ねえ、はいはい、次行って、はいはい、はい、ビヨーンと飛んで、そろそろ時間流れてこのエリア倒したら終わりぐらいにしましょうか。じゃあ頑張って、レジェンダリーだとここもめっちゃ出ます、こんなとこからファウストが出ます、あメフィストファウスト、めっちゃ水も綺麗なんですけどね、ここは見やすいステージですね、ここは明るくて見やすいですね、見やすいエリア、あのレディは本当にその体力を回復しないっていうのが後半すごく響いてきてですね、かなり距離を取って戦わないと、挑発挑発中に食らってましたね、あそしてレディは2段ジャンプの代わりに空中でカリーナンを地面に向けて打つことで2段ジャンプっぽく移動することができます。まあ人間のくせに人間離れしてますけど、はいはい、ということで、はい、じゃあ切り替えたはい、プレイは以上です、そうです、ね、レジェンダリーダークナイトモードですね、レジェンダリーダークナイトモード、はい、めちゃめちゃ敵がいっぱい出るとこちょっと見てください、
はい、敵がいっぱいいます、はい、お、どんどん出てきます。敵めちゃ出ますよ。で、今回追加した新キャラのバージルもレディもトリッシュもレジェンダリーダークナイトモードでいっぱいの敵を相手にしたときにすごく有効になるように、わざとそっちに寄せて作ってますんで、ぜひぜひレジェンダリーダークナイトモード遊んでもらいたいんですが、トリッシュのメインの遊び方、まずスパーダで攻撃、そしてこのスパーダを投げてラウンドトリップすると敵固まるんで、その間に肉弾攻撃で超連続ダメージ与えてください。はい、もう一回スパーダを投げて、で溜めてドーン、ほらこれめちゃめちゃ気持ちいいんで、しかもラウンドトリップ投げた後こうの肉弾攻撃ね、その近接攻撃は攻撃力アップするようになってますんで、ぜひぜひラウンドトリップ投げて戦う、ラウンドトリップ投げて戦うっていう風なのがメインです。そしてダンテから借りてきたこのパンドラですね、ダンテから借りてきたパンドラを、これダンテより強力、パンドラ借りてるのはすごいな、リベンジはねかなり強力。ただね、お、出ました、キャンセルで空中でも打てるんですけど、はい、あのねデビルトリガーゲージ3本消費します。なるほどめちゃめちゃ強いんですけど、ただボス戦めちゃめちゃ強いし、コンボに組み込めるし、めちゃめちゃ面白いです。でただ、ね、トリシュね武器切り替え入れてないんですよ、あの武器切り替えだからコマンド入れるとかコンボの途中とかで勝手に武器が切り替わります。なので非常にシンプルでコマンド系なんですね、はい、楽しめるようになってます。はい、はい、トリシュ、あ、魔人化トリッシュ魔人化、ね、時間はまだまだあるんでゆっくりやってもらって、はい、まだ余裕です。トリッシュ魔人化かなり早いです。見ました、もう一回やってください。はい、サングラスかけましたあのえ、サングラスかけただけってやつ、サングラスかけて、まあ、前にちょっとね雷の模様を作ってるんですけど、はいはい、この雷の効果が攻撃、すべての攻撃に雷のダメージがプラスになります。姿が変わるわけではないんですかって来てますよ、書き込みで。あのトリッシュは元々悪魔ですからね、ずっとそうなんでこれが元々悪魔の姿なんで元々悪魔だからね。あ、ちょっと行きます、全然時間あるんで、ちょっと進みましょう。魔人化がどれだけ強いか、レディも、ね、もうちょっとやれましたよ、まあ、ちょっと行きましょうか、行けるとこまで、はい、はい、じゃあちょっと魔人化で大暴れしてもらいましょうかね。このね画面に雷が残る、割とデビルの中で珍しめの攻撃ですね。はい、そしてキャンセル リベンジとかも見たいな、これめちゃめちゃ強いんですよね。そしてラウンドトリップからの、まあ、僕らパワーゲイザーって言ってましたけどね、はい、これそれ言っちゃダメだよあの全ての攻撃に雷の追加攻撃がついてるんで、まあ、特にこのレジェンダリーダークナイトめちゃめちゃ強いですねはい、はい、じゃあ他一回、じゃあ一回終わりでいいですか、ここは。はい、じゃあ戻してください、はい。